ハイルリン・オーマルは、マレーシアの元サッカー選手。元マレーシア代表。ポジションは FW あるいは MF。2000年に、トレンガヌ・ FA で、初出場。2003年には、給与未払いの問題から、スブリスロン、ロス・ディカリブと共に、パハン・ FA に移籍。パハン・ FA で6年間過ごした後に、トレンガヌ州へと戻ってきたもののトレンガヌ・ FA では、なく T チーム FC に移籍した。 t チーム m FC は2009年のマレーシアカップに参加できなかったのもあり、ヌグリスンビラン FA にレンタル移籍、ここでマレーシアカップに出場した彼は優勝を経験した。2010シーズンにはケランタン FA に移籍。2010年もマレーシアカップを制覇し、決勝戦では0から0の均衡を破る得点をし、マトマムにも選出された。2011シーズンは、 ヌグリスンビラン FA に移籍。このシーズンは、マレーシアスーパーリーグでわずか4得点に終わったものの、マレーシアカップでは8得点をし、得点王に輝いた。この2011年のマレーシアカップでは、決勝戦で、かつての所属クラブであるトレンガヌ FA と対戦したが、彼はここでも得点を決め、優勝に貢献した。2012シーズンは、ATMFA に移籍し首相を務めた。 2015年にトレンガヌ FA に復帰した。2003年に行われたチェルシー FC との一戦は4-1で敗れたものの、彼はここでマレーシア代表唯一の得点を決めた。36分にフランク・ランパードに得点された4分後、チームメイトのロス・ディカリブが蹴り込んだコーナーキックをジョン・テリーと競り合い、これを制しての得点であった。イングランドから奪ったこの得点は、 1991年にムルデカスタジアムでマトラン・マルジャンがイングランド代表から2点を奪って以来の出来事であった。代表での得点一覧。ありがとうございます。